はい、ナギです。おはようございます。4月20何日や、7日土曜日朝5時です。今日はボイトレも何もなく、夜中に急に歌いたくなったので、川の流れるように、なんか基本的な感じの歌を歌いたくなったので、沢田健二、あなたへの愛、いきます。なんかひらめくもんがあったんですよ。基本に戻れみたいな。歌います。ようじくなってます。なんか書いて、スマホがミュートになっています。なんでやねん。やり直し。もう一回やり直しやな。やり直し。おかしいな。あなたが言い出せば悲しく聞こえる。星もまばらな夜、なぜか遠い道、いつもなら自然につなぎ合うて、とても途切れがちないの。風に泣いている、誰にも負けないあなたへの愛を、胸に抱きしめて、今日まで来たのに、わかりすぎるほどのあなたへの気持ちを、傷つけるつもりはないのに、お互い冷たい指先を温めてあげたら、風の吹く日もまた楽しかった。二人、愛を引き止める、鎖があるなら、二人つながれて、どこまで行きたい。愛を引き止める鎖があるなら、二人つながれて、どこまで行きたい。全然聞こえてない。いや、あなたへの愛、ちょうど最後ちょっと壊れました。ナギでした。また遊び来てね。ぜひチャンネル登録も。